太陽の眩しい季節になってきました。フットボールマニアの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。ベガルタ仙台対ヴァンフォーレ甲府の試合をお送りいたします。解説は新藤克義さんをお招きしております。新藤さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。まもなく選手が入場すると思われます。試合前に一言伺いましょう。新藤さん、今日の試合はいかがでしょうか？そうですね、この暑さにどう対応するかが勝負の鍵になると思います。なるほど。選手が入場します。金子、最近プレーに粘り強さが出てきました。今、試合前の記念撮影が行われています。現在、仙台のスターティングメンバーをご覧いただいております。そして、甲府の先発メンバーをご覧ください。仙台のキックオフです。今日の試合に対する意気込みが伺えますね。画面に向かって左から右へ攻めるのがベガルタ仙台、反対に右から左へ攻めるのがヴァンフォーレ。あー、やっちゃった。イエローカードです。クレバーなプレーを心がけてほしいですね。壁は4枚。岩本、ちょっと狙いすぎたか。岩本、先制ゴールならず。ミオ、5分過ぎました。加納、金子、大田圭介、自分で行くか。ビエラ、そして岩本。10分過ぎました。サポーター総立ちです。味方が手を挙げてますよ。中村慎、中田、出た、ジャストミート。ベガルタ先制のゴールを決めました。得点直後は最も気をつけなければいけませんね。さあ、もう一度見てみましょう。藤吉、いきなり打ってきた。ベガルタ仙台、1点リード。まだ時間があるので分かりませんよ。ここで折り返す。谷岡、スローイン。金子、タイトなマークです。ボールを下げました。後ろに戻した。リカルド、イーヨ、松島、金子、中村慎、加納。スローインになります。攻撃を組み立て直します。一旦戻して、ガヤ、岩本、ボールを下げました。細かくつなぐ。右へ、綺麗なパスが回ります。攻撃を組み立て直します。バックパス、左へ、クレイタス。
ミオ、縦へのパス。落ち着いてパスを回す。カノー、後ろに戻した。流します。前方へ。ボールをキープしています。セーフティーに行きました。じっくりとパス回し、ファールで止めました。壁は4枚。ここで選手の交代です。今日の出来は今一つでした。ここからシュート。中村慎、財前、藤吉、バックパスです。縦に出します。いいよ。一旦下げて。ここで笛です。前半終了。前半戦を振り返ってみましょう。さあ、前半4分。これはもったいない。今のシーン別の角度から見てみましょう。前半14分、藤吉、美味しいゴールですね。今のプレー違う角度からご覧いただきます。ここまでの途中経過をお伝えします。さあ、後半戦が始まります。甲府は後半攻撃を厚くするという考えで来るかもしれませんよ。中田、谷奥、どう展開するのか。岩本、加納、そして財前、チャンス、シュート。これはコーナー。ベガルタ仙台、今日初めてのコーナーキック。中村慎、速いクロス、狙った。惜しかったですね。うわ、抜かれた。これはミスキック。中田、スローインです。集中力が切れかかってますね。ここからスローイン。一旦戻して、可能、ワン、ツー、低いボール、チャンスですよ。コーナーを得ました。ミオ、ショートコーナー、責任感あるプレー。ガヤ、渡辺、素早くプレスをかけます。時間をかけずに攻めたいですね。よく見てます。これはいいパスだ。ちょっと危険だ。危ない。グラウンダーのクロス、これはオンゴールになってしまった。早く気持ちを切り替えるべきですね。もう一度見てみましょう。ドバシ、クラヌキ、金子、これはいけない。しかもレッドカード。
退場になってしまいました。目をつけられてしまいましたね。若葉と風とに戯れる日光の矢がスタジアムの全てをスルーした。もうほとんど時間がありません。甲子の頭でつなぐ土橋、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。ベガルタ仙台、接戦をものにしました。前半戦のダイジェストです。さあ前半14分、さあ皆さんご一緒にマルカドーレ、ただいまのシーン別の角度からご覧ください。後半11分、ジャストミートできませんでした。後半15分、ここです。この切れ込んでスペースを作る動きが良かったんですね。ただいまのシュートを別の角度から見てみましょう。続いてこのシーンです。後半39分、気を取り直していくしかないですね。さあもう一度見てみましょう。後半42分、タノー、これはレッドカード一発退場。それでは新藤さん、試合について振り返っていただきましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。ガーヤ、彼の今日の出来について一言いただけますか。はい、今日の彼は切れていましたね。そうですね、どうもありがとうございます。彼は今後も注目していきたいですね。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は新藤勝義さんを迎えてお送りしました。新藤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。